ソース大星座チャンネル、レンと花とアキとカズです。カンボジア行ったことある？はい、です。これ毎回やってるけど、どこにも行ったことないよね。ウイルスが終わったら行きますよ。あ、行く？でもリンちゃん、ほらベトナムに行くって言ってたじゃん。うん、全部行きます。全部行きます。安いの？ミャンマーからカンボジアは近いじゃないですか。ベトナムと一緒の距離じゃないですか。いくらかかるんだろう。ちょっとスカイスキャナーしていいですか？私個人的に気になるね。いくらかかるんだろう。いくらだと思う？80ドル。おお。はなちゃんは？ミャンマーからベトナム？いや、カンボジアだな。100ドル？まあでもなんかそれくらいで行けそうだよね。なんと、乗り換えが必要です。え、あ、そうですか。特通ないの？わかんないです。今調べてるんで。あ、まあそっか。もしかしたらもともとはあったとかはあるかもしれないですけど、だいたいタイかシンガポール経由しますね。なるほどね、うん、はい。エアアジアで、まあ、片道150ドルぐらいかな。あんまり仕事をしてたりとか、組と組の話とか、カンボジアに行ったよとかあんまり聞いたことないです。いいね、もう行きたいね。行きたいです。カンボジアはどんなイメージ？昔から聞いたんですけど、なってるかわからないですけど、ミャンマー人とすごく似てて、兄弟みたいとか。兄弟みたい。ミャンマー人と体とか、あと肌とか、顔とか、服とか。私は顔はインド人とちょっと似てるかな。肌も白いし、綺麗です。綺麗なんだ。男もかっこいいです。あら。すぐ男の話するじゃん。いつもね。いつもじゃん。私ね。いやいや、あなたとあなたのお姉さんよ。この姉妹が。姉妹があれか。行ったことありますか？僕はね、プノンペン1回だけ行っただけ。プノンペンなんですね、シェムリーじゃなくて。仕事なんでね。あ、やっぱり。ベトナムの時もそうでしたね。そうそう、同じ話したなって。写真送った。結婚式に出たのね。え、カンボジアの人の。似てるですね。似てるね。化粧ばかり。化粧ばっかりって言うの。あとはシャンシュの結婚式らしいです。女の子はそういう服似てます。なるほど。カンボジアで他には食べ物とかさ、めっちゃ写真出てきますよ私。さすがや。これ大好きなカンボジアのご飯。なんて名前ですか？ロックラックです。ロックラック。牛肉を何のソースっていうんですかね。なんか美味しいですよ。夏。ご飯が美味しそう。シャンマイと似てるじゃないですか。ね、味はね結構タイに近い。こっちの方が綺麗ですね。同じロックラックですけど。美味しそうね。美味しいです、美味しいです。ママ、ご飯ベタベタするんですか？ベタベタ、ベトベト。なんかもちもちとかの方がいいんじゃない？あ、もちもち。わかりました。すみません。汚いかな。はい。あとは、カンボジア のコーヒーが有名じゃないですか。象の、うんこ。うんこって言うな。はいはいはい。あれ、有名ですよね。うん、有名ですか。めちゃくちゃ高いけどね。はい、めちゃくちゃ高い。はい。ヤンゴンで買えるのかな。ちょっと輸入しようか。輸入してもミャンマーはね、うん、苦いコーヒーあんまり好きじゃないから、ミャンマー人もともと。あ、そっか。外国人は好きかもしれないですけど。なるほど。今私のことは、はい、今一番実はダウンジーで結婚やるから、みんな夜でディナーとかやるでしょうね。それでちょっとレストランでポリスとかちょっと偉いの人たちとかね、入れる見るから、ちょっとお酒いっぱい。それで、何、ジミオポマピエムクイ、わかるですか社長？それわからない。ジョブラウンの悪いのそのやつで、ちょっとアムクイなれ。わからない。私も。あれがあれじゃないですか。
あの結婚式なのに、はい、今のなんか写真の通り、はい、あのたくさん の, あの全部お酒ばかりだから、はい、それはやるべきじゃないとか、あのすごく多いよねとか今の写真見たら、はいはい、分かるかもしれないですけど、なのであのジミューって酔うものの、あの法律であの捕まえたみたいです。はい、あーそういうことか、はい、難しいです、はい、難しいねこれね、はいはい、多すぎたのねお酒を、はい、パーティーにしてはおかしいと、そんなに置くのはおかしいですよってことか、はいはい、ピンポン、はい、最後の写真救急車が事故してるんだね。はい、あこれもう一個はコロナの人をその何車病院の車で、それこの難しいな、ちょっと待ってごめんなさい。これあれだね、はい、タリンダーリのベイだよね。そうです、デナイダミーです。見えてブラヒタ、うん、あボレごめん、ボレンディアの車で、うん、バイクの人でアクシデント、ごめん事故事故やって、バイクの人は死んでいました。あ、亡くなっちゃったんだ。はい、それから今ごめんなさいとか、みんなごめんなさいとかやっているです。あのボランティアの車がバイクを引いちゃったの。あの、はい、あの人を助けるために行っているボランティアの車が、あの、はい、まあ、わざわざじゃないですけど人殺しちゃったと。はいはい、でそれであのごめんなさいという意味で、はい、みんな並んでごめんなさいという。ああ、そういう写真。はい、はい、謝ってるんだ、これこうやって、はい、あの膝ついてごめんなさいって謝って、はい、謝ることね。なるほどね。どうも、ただはんとめがらたんよ、どうもの古いな、あ道、はい、パチン橋を今ね、きれいくやりまして。ほんとだ、きれいに作り直してんのか、はい、今子供とか遊んでるの場所にやります。ドーポンに行く橋だよね、これ古い橋をきれいに作り直してるんだね、はい、ここのさ、橋めちゃめちゃガタガタだったもんね。すごいさ、古くて、あのもう車飛ばすとグワングワン揺れるぐらいアトラクションですねあ、よかった、綺麗になるんだね。あれはあのもう綺麗なあの橋ではなく、あの人をリラックスするための橋になりますね、はい、あー、本当だ、はい、これ座るとこか、はい、あのこの橋にあの人、あの車とかもちろんですけども、あの人がも歩いたりとか、あとお花で飾ったり電気で飾ったりしてて、人がリラックスするために、多分あれはあの川と近いじゃないですか。はい、なのでこの川を見てて橋でラックスするみたいな、はい、じゃあこれあれか、はい、デートコースですね。そうなるよね。あとはあの温度もできるし、温度とかもできるし、はい、あと座る場所とかもちゃんとやりますので、あと自転車の置き場、あの駐車場もやりますって。いいね、いいですね。あ、行きたいなそうですね、まだある、まだ、じゃまだできてないんじゃない。まだできてないです。今やってる、今やってる、ま、いえ、あのそういうあの話、あそういう橋今ヤンゴンで他のところにありますか。いや、ないでしょう、こういう綺麗にしてるのって。そうです、そうです、ないです。はい、はい、終わったらぜひ行きましょう。もうね、多分行ってもね、座る場所ないと思うよいっぱいカップルがここに座るからそうです、間に入って一個一個蹴散らしましょう。そうですね、蹴って蹴ってなんでだろうな、正座の女の子はみんななんか悪くなってる。蹴って、それはあの、うん、みんな の, あの席だから、カップルの席じゃないかな。いやいや、別にいいじゃん、カップルがカップルが座ってもいいじゃん。カップルがイチャイチャする場所が増えるわけですね。橋の上では多分やらないでしょう。すごくあの、車とかも走ってるし、やらないと思いますか。ねえ、でもほらみんなインヤーレイクでチュッチュしてるじゃん。あ、チュッチュしてる。インヤーレイクはあの木とかあるからじゃないですか。
もともと橋じゃないし、あのリラックスする公園みたいになってて、でもほら、でも リラックスできる橋ができるんでしょ。そうですね、そうですね、子供が遊べる場所もあったりするんでしょ。はい、そしたら、はい、ね、一緒だよ。はい。あのアンブレラブリッジっていう名前がつくと思う。やめて。怒られた。やめて。ごめんね。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いしま す。それではリンと花とカズでした。バイバーイ。